皆様こんにちは、こんばんは。今週も1週間ご飯をやっていきたいと思います。今週は早番でございます。先週買ったさつまいもがまだたくさんあるので、今週はさつまいもを使い切りたいと思っております。はじめにさつまいもをきれいに洗います。手で洗うと汚れが落ちないのでたわしを使いました。次にさつまいもを切っていきます。一口サイズに切りました。水に10分ほどつけました。さつまいもが水に浸るぐらい入れます。水が沸騰したらお酒を入れます。次にみりんを入れます。みりんはお酒より多めに入れました。大さじ3杯ぐらいですかね。次にお醤油です。お醤油もスプーン2杯入れました。水分がある程度飛んだら火を止めます。盛り付けて完成です。今週はこんな感じで軽めにゆるく作っていきたいと思います。月曜日の夕飯いただきます。みりんの甘みとさつまいもの素朴な味がマッチしていました。皆様こんにちは、こんばんは。火曜日の夕飯を作っていきます。今夜の献立はさつまいもの味噌汁です。さつまいもをしっかり洗います。そしてまた10分ほど水につけます。そのつけている間に野菜の準備をします。先週のキャベツの残りがあったので、それを全部使っちゃいたいと思います。キャベツを切って、ぶなしめじも追加します。味噌汁の安定の具材です。一品物に卵焼きも作りたいと思います。卵焼きに片栗粉を混ぜると美味しくなるよとおじいちゃんに教えてもらったので、混ぜていきたいと思います。先にさつまいもに火を通します。卵の中にはお酒、お醤油入れて混ぜて片栗粉を入れていきます。お味噌の準備もしました。さつまいもに火が通っているか確認します。まだ硬かったのでもう少し煮詰めることにしました。少し時間が経ってから確認したところ、ちょうど良かったのでお味噌汁を作っていきます。野菜をすべて入れてまた煮込んでいきます。お味噌を溶かして鍋に戻します。ガスコンロが一つしかないので玄関に置いておきます。続いて卵焼きを作っていきます。片栗粉があるせいか、いつもより塊がよくひっくり返しやすかったです。続いてお味噌汁も温め直して盛り付けていきます。
お味噌汁完成です。火曜日の夕ご飯いただきます。さつまいもの甘みが出た美味しい味噌汁になりました。卵焼きもふっくらともっちりとして美味しかったです。皆様こんにちは、こんばんは。水曜日の夕ご飯を作っていきます。今日の晩ご飯はさつまいもの炊き込みご飯です。さつまいもをしっかり洗って水に浸している間にご飯を研いでいきます。水を入れる前にお酒、みりん、お醤油、お酒に入れてから水を入れます。さつまいもは軽く水ですすいでからご飯の上にのせます。さつまいもは重ならないように均一に広げました。その上に今日安かった舞茸を入れていきます。次にいつも通りお味噌汁を準備します。材料はわかめとお麩です。今日も一品もので卵焼きを作っていきます。火曜日作った卵焼き美味しかったので同じように作っていきます。さつまいもの炊き込みご飯が炊けました。炊飯器を開けた瞬間にさつまいもと舞茸のいい香りが部屋中に充満します。今回は片栗粉を溶かずに入れました。卵焼きを作っている間はさつまいもの炊き込みご飯のことをずっと考えていました。早く食べたいですね。水曜日の夕ご飯が完成しました。本当にこの炊き込みご飯は美味しかったです。さつまいもが甘くなってもっちり仕上がっていました。皆様こんにちは、こんばんは。木曜日の夕ご飯を作っていきます。今日の献立は水曜日に作ったさつまいもの炊き込みご飯の余り物を使ってチャーハンにしていきます。はじめに卵とさつまいもの炊き込みご飯を混ぜます。この方法で作るチャーハンはパラパラチャーハンに仕上がります。チャーハンを作る前にお味噌汁の準備もしておきます。チャーハンを作るときはいつも全ての準備を終えてからチャーハンを作るようにしています。今日の一品物はけんちゃん豆腐です。それではチャーハンを作っていきます。フライパンは火から離さないようにします。ある程度炒めたらフライパンを振って塩も振って、そしてお醤油とお酒も入れて最後に胡椒を振りました。お皿に盛り付けたらさつまいもの炊き込みご飯チャーハンの出来上がりです。お味噌汁にお湯を注いだら木曜日の晩ご飯の完成です。
このチャーハンはボロボロのチャーハンに仕上がりました。正直さつまいも炊き込みご飯をチャーハンにしなくてよかったなと思いましたが、美味しくいただきました。皆様こんにちは、こんばんは。とうとう金曜日がやってきました。今日でラストだとはいきません。私工場リーマンは土曜日も出勤です。今夜の献立はおふれ作る親子丼もどきです。さつまいもはすべて使い切ることができました。鍋の中に玉ねぎを入れて水を注ぎます。その上に舞茸を入れます。お酒、みりん、お醤油、煮立ったところにお麩を入れます。蓋をしてお味噌汁の準備です。お味噌汁の準備を終えると卵を溶いていきます。卵は2つ使います。溶き卵を少しずつ鍋の中に入れていきます。炊きたてご飯の上に親子丼もどきを乗せて今日の晩ご飯の完成です。お味噌汁にお湯を注ぎます。金曜日の晩ご飯が完成しました。お麩に汁が染み込んでいてとっても熱かったです。味がかなり薄かったので醤油を足しました。めんつゆがあればいいなぁと思いました。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のチャンネル登録とコメント心からお待ちしております。